トイック99、0点満点、人気と実力をまずカリスマ英語講師。えー、今日の塾長はこちら、えー、世界で初めて英語を販売した男、ミスアンコーチ、えー。彼は11個もの脳みそを外付けしており、えーまあ、どんな難易度の高いシステムも英語化してしまってあのペ、ペンタゴンのセキュリティシステムで英語化してしまった男ねあの。有名大も英語1科目だけで突破できるほどの、まあ、戦略家ということで、まあ、素晴らしい、あのー。はい、どうもね、あのこんにちはあの、ねあの。アンコーチ塾長だあ。ミーの顔を見てさ、キムチ、あの、 連想した JK はもう帰っていいぜ。もう東大に合格通知を送っといてあげるからな。それ以外のメスブタちゃんも帰っていいよ。もうお前らに教える知識はねえ部費。え <laughs>、ね。なんって。それが嫌なの。武田塾行け。それが留学しよう。ね、どうしてもみーに襲われたきゃ課金せい。ね。いとこがこの動画をフリーでウォッチして、ノーコストでええ単語を覚えたらって困ったなら、マダファッカー、ゲットオフヒアね。これは授業じゃねえビジネスだ。取引だ。今から135、1キッパでバラ売りするから、いわそれを買え。ほら、看板見る弱者どもが今日の。今日の単語占いだ。よし、今日のラッキーワードをしろ。えー、あ今、安売りセール中です ね、今の何やと、えー、110%オフ1キッパー1 5割引きね財布が笑ってるよ。ねえ、えー、ほら。 俺見ろ。この字を。綺麗な字だろ。ねゴッドバリュー。紙価格さ。ね笑えないならローン、払えないならローン組め。ね1ヶ月10円のフラット35年返済、金利はなし。バカ野郎、そんな銀行がどこにあるんだよ。ねま、あ世界で初めて英語を販売したのこの俺だから、その俺を返さずに英語喋ったらプッコロスな。てか、ミーのヘアスタイルどう最先端だろ。ウェーブがこう、左目にかかってる。これ、これ、ピトカンの役目果たしてんだよな。風がここに当てると、時速何キロで喋ってるか計算できんだよ。ま、あ大体、ハ1ぐらいだけどよ。ま、あ法定速度でウォーキングしてる貴様なんかね、ミーの 注射がほう裏で0.01秒の初道再生にしてくれてるおかげであって実際はこれの100倍近い速さで喋ってるからもうあの口の中サハラ砂漠状態だ誰かウォッシャー駅プリースね肺のツインターボもそろそろ吸気が必要だぜ、はあ、なんつってなほらお前もお前らも深呼吸しろそろ,そろな、はあ、さあ取引開始やまずはあのえー、ツインコ F あのー、新月アザハーフムーンねリピートアフタヌン、えー、ツインコ F 新月アザハーフムーンえー、この文章の中にあのー あ先日のアイドルひき逃げ事件の真相が隠されてるっぽいわうんツインコ F っていうのはこれはあの車手だでアズニャンがそれに引き殺されるっていうねで死亡推定時刻はおおよそこう新月から半月になるまでの間ってことだで今判明してるのは犯人があのー、まあアズニャンをしでパンティーの中身をロックオンしてたってことでガードねあのガードがそうガードをするためにアズニャンがキモータをねあのー、キ肝タファンを肉壁に使ってたってことであのバイ,バイあ生物兵器こうバイオ W がねツインコ F のマフラーからばらまかれたことで周りのキモタは死にたい C つまり 海だ。オーシャン。ね。死体の海溶かしたってことにね。ま、まだ買うね。まだ買うね。お前ら。先に単語の説明するから。買ったけど、この単語使わないし、やっぱ返品したいって言っても返品不可だからな。うん。で、あの、新月はハーフムとみなす。で、あの、ハーフムってのはこれ半月。つまり、半分って意味だ。数学的には半分以上とも言えるから、死者誤入で、もう新月ってことでよくねみたいな。うん。ちょ、この感覚ね。理解できないお前らはしね。うん。あの、文系、やめろ。本当に。あの、英語文系だから本当あの、数学的能力必要だから本当ままあ、犯人はね、これあの、もしも犯人 無実の人だったらえらい迷惑だよね。まあ、数学的にはこれが正解。うん、真実は千古 F が犯人なんだけど、まあ、センター試験的には新月の時にアズニャの遺体に最も物理的距離が近かったキモータ F が犯人ってことにゃ。な。にゃーにゃっとくいかないにゃーなんて言うにゃ、お前、センター試験落ちるにゃ、ね。ポーコツどもは一瞬フライにミえのケツについてくればいいにゃ。スリップストリームの合格を受けられるぜ。ねえ、あの、我流で未知なる道から攻めようとするな。それはいばらのルートかもしれんぞ。よくて砂利道か、まあ、崖から起こしてタイヤだ。な。 まあ、俺にも、そんな俺にも恩師がいてよ。うん。ミーにも恩師がいてよ。恩師にはなんとネームがあったんだ。そう。で、形もあったんだな。つまり、ヒューマンだ。あのー、多分、文、文、言、字っていう寺に住んでた。そう。要はお釈迦様なんだけど、まあ、彼が月を作ったと言われてる。これは一般常識やね。あのー、今年も月のライトを浴びて成績アップしたやからがミーに礼を言いに来た。 あ先生ありがとう。先生のおかげで、あの、第一望のエフラン大学合格できましたとか、あの、投資行ってないけど、センター試験合格できましたとか、人生で初めて100点取れました。しかも外国のテストですね。あの、トーイ医クとかいうとかあ、他にもな、先生の授業1ミリも受けてないけど、彼女ができました、おめでとうみたいなな。あと、あの、一番印象に残ってるのは、あの、先生に教わった英語で、こう、白人美女を口説いたら、なんか、片言の日本語で、英会話スクール、通った方がいいんじゃねえの的な褒められましたとかね。そういう、あの、逸話もあるぐらい。ね、あの、え、ちょっと、まあ、雑誌見てもいいかな。今日のスーパーのお肉いくらだろうっつって シはい。スペシャル プライスなんと二三じゃなくてオーストラリア産の,の黒毛ア牛が 500g の小切れで100キュッパ、ねあのー、真空パック保存でなんと賞味期限を5世紀先までご利用してきちゃう。孫の代まで保存しておける。ね、あのしかも、船を一切使わない超直輸入だからこう牛自身がね、オーストラリアから GTR 並みの加速でなんだ、海の上を走ってきてバーッと走ってきてこうスーパーにご来店して倉庫でちょめちょめされたままパック詰めされるという前人未到の新鮮さだぜ、ね。さあ、お買い得だよ、そこの奥さんね。家事一通り片付いて暇つぶしに YouTube 見てたまたま俺と目が合った。そこの奥さん、今ならつま 99.9%! 死者購入するとなんと100%オフだそれだけじゃないぜじゃじゃん今ならなんと若葉マーク付きの黒板までセットでプレゼントだねいらないなんて言わせないねあのさあいらっしゃいあの今日の単語は新鮮だよ、ね、民度の低いお前らって意味のこの民度にね半語の理がついた理民度つまり民度の高い奥様っていう単語ですが、まあ、商品説明的にはこう A of Answer of Beautiful ねあの美しき中にも真実あるとなるほどね美しさイコール真実なんだよってことを思い出させるねあの若返り効果のある単語となっておりますぜひお買い得くださいねあのほそう他他,他にもね古代は真実があるんだそれは はもう俺みたいな安っぽいコーチでもしやっぱ美しさ手に入れたいから奥さんみたいなねあのまあ民度の高い人ねあの民度の高い人とまあ付き合いなさいってこうしめがあるんだよねこの塾にはうん古くからの伝わりが言い,い伝えがあるんだそう民度の高い人からこうあのスーパーベロチューしてもらいたいってことつまり俺にキスしろ